だよ、はい、貧乏になる人の、うん、仕事環境にはある共通点があるっていうことを聞きました。結構机の上って大事だよね。あ、机の上が大事なんですね。結構ほらパソコンで仕事する人多いじゃない。はい、そうですね、うん、だからパソコンのやっぱそのデスク周りやっぱ仕事だからさ、はい、やっぱそこがやっぱお金を生み出すわけじゃない。そうですね、うん、ってことはさ、その机の上が汚れてるとさ、はい、お金を稼ぐのは難しいよね。ああとやっぱいいアイデアも浮かばないよね。ああそうですね。ただね、これ面白いことにね、はい、結構クリエイティブな仕事する人っているじゃない、はい、います。このクリエイティブな、あの葛飾北斎とかもそうだけどさ、はい、あの人も家が汚いの有名な葛飾北斎とか。そうなんですよ。そうで結構、はい、そのなんかこうクリエイティブな仕事する人って、うんうんうん、結構物がないとダメなんだよね、あれ面白いなと思うね。あ、そうなんですね、うん、ちょっとその辺だけルールと違いますね。そうだからなんかクリエイティブな仕事する人っていうのは机が上が汚い人が多いんだよね。そうなんですね、うん、だからこの因果関係は分からないけども、はいはいはい、でもやっぱりね、やっぱりもちろん整理整頓されてる方が、うんうん、パソコンで仕事する人なんていうのは、はい、もう絶対的にこう机の上は綺麗じゃないといけないよね。作業効率は断然上がりますよね。あ、っていうかね、やっぱ物がいっぱいあるとね、集中力に欠けるんだよね、はい、そうですよね、うん、やっぱ集中しなきゃいけないじゃない、はい、でやっぱりこうやっぱ降りてくるさ、あ、アイデアって、はい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 、でこの降りてくる空間じゃないといけないよね、ここがね。あ、なるほど、うん、そういうことですね。そう、直感がひらめきやすい空間じゃないといけないってことですね、うん、だから仕事する前は絶対拭かなきゃね。あ、あーなるほど、うん、だから僕も今朝早く起きて結構物書いたりするけども、はい、やっぱまずはやっぱ綺麗に拭くよね。だよ、あの書くときってもうあれですよ、ワードかなんかで打ち込むんですよ。そうそう、もうデスクトップのパソコンでね。あ、そうなんですね、うん、やっぱりもうちゃんと、はい、朝はちゃんと綺麗にしてパソコン拭いて、はい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 、でパソコンの裏とかもちゃんと綺麗にして全部、うん、で本気の人はもう塩水とかで掃除するといいよね。あ、邪気を払うためにね。あ、そうなんですね、うん、塩水に浸して絞って、そうそう、あ、でもう雑巾拭くんですね。そう、へえ、なるほど、うん、だから本当にね、一回やってみたら分かるんだけど、はい、本当にその綺麗な状態で仕事すると気分がいいんだよね。あ、気分がいいし、やっぱりその、はい、アイデアも生まれてくるんだよね。あ、そうなんですね。降りてくる感があるよ、やっぱり。あ、ダイオンも実際やられてる時になんか降りてきてる感じがします、ね、いや、降りてきてるって感じはしないけども、はい、作業効率がクオリティが高いと思うね。あ、そうなんですね。うん、それはすごい感じる。あ、それはやってみたいですね、うん、やっぱデスク周りは大切で、パソコンで仕事してる人は大切だから、それは自宅であろうが、うん、自分の会社であろうが、はい、やっぱそれはもう絶対マストだよね。そうですね。だから本当にまず朝一で綺麗にする、で帰る時も綺麗にするっていう習慣づけしとけば、またちょっと仕事のクオリティが変わるんじゃないのかな、はい、そうですね、うん、だいぶもよく言ってますもんね。であとこれはあとは風水的な話になるけども、はい、そのデスクっていうのは右側にね、はい、ちょっと写真とか貼るといいんだよね。え、ちょっと教えてください、どんな写真とかがいいんですか。これはね、朝日が昇ってる写真を右側に貼るといいんだよね。だからこれはあれでもいいんだよね、そのほらどっか東急ハンズとか行けばさ、なんかそのハガキのサイズのやつ写真とか売ってるじゃない。ポストカードありますね。あ、ポストカードみたいのでもいいんだよ。はいはいはい。なんか朝日がある、なんかライジングサンみたいなのをこう貼っとくといいんだよね、はい、え、それな、な、何、何がいいんですか。これ仕事運。あ、仕事運が上がるんです、うん、だから右側に太陽は仕事運なんだよね。あ、絶対やりたいですね、うん、だからこう朝、まあ僕は最近朝早いね、朝5時ぐらい起きてるから、はいはい、デスクワークしてる時にここから太陽が上がってくるとかっても最高なんだよね。あー、なるほど。あー、それなんかおしゃれな感じしますね。うん、で右側だから、はい、朝日の写真か、はい、あとはそのほら滝を登る鯉ってあるじゃない。はいはいはい。ああいう写真とか絵とかあれば、はい、もうそれこれダブルで貼っとくとなおいいんだよね。そうなんですね。どっちも仕事運ですよ。そう、これ仕事、右が仕事なんだよね。はい。え、左にもなんかある。左はお金なんだよね。あ、これちなみに左に何を貼ったらいいとかあるんですよ。これね、なぜか果物の写真なんだよね。わあ、そうなんです。うん、だから果物置いてもいいんだよね。あ、なるほど、実際の果物でもいいんですね。そう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 。うわ、面白い。
これ簡単にできるじゃないですか。できるよね、はい、これは簡単にできる。そうですね、うん、みんなもやった後、やる前やった後のビフォーアフターの検証もしやすいですし。そうだね。そうですね、うん、ぜひやってほしいですね。であとその小物として、はい、その仕事の、運気を上げるアイテムとして、はい、机の上に小さな地球儀っていうのが、はい、小さな地球儀なんですよ、うん、でこう指でくるくる回せるやつ。あ、結構ちっちゃいですね。結構小さいやつで、はい、でなんか行き詰まった時とかこうやってくるくる回してるとこうアイデアが浮かんでくるっていう。そうなんですね。そう、なん地球儀はなんかそういう直感とつながるとかそういうのがあるんですか。そう、あるんだよね。すごい。ダイオンも置いてるんですか。もちろん構築してますね。うん、絶対やりたい。うん、だから朝日の写真、はい、それから滝を登ってる鯉、はい、でフルーツ、フルーツ、地球儀、はい、まだ仕事効率はもう最高ですね。75%上がる。そんなに上がるんです。一気に上がる。一気に上がる。もうジェフ・ベゾス桜庭つゆきの時代がやってきます ね。本当に大成功。まあジェフの机の上にも確実にこれは置いてあると思うね。ジェフって言ってる。もうジェフって言ってる。もうジェフって言ってる。だから本当にそう、だからそう、やっぱなんかそういうね、そういうなんか験担ぎをして仕事すると、はい、そのなんかプラシーボで本当に仕事運が上がるんだよね。そうですよね、きっと。だからまずは格好から。そうですね、だから机の上本当にそのまず片付けよ、はい、あ、片付けなくていい、捨てよ、いらないのは。そうですね、ありますね。あとやっぱりね、その机の上に携帯置いちゃダメだよ。あ、そうなんです。だからこれ一番集中力切れるの、うんうん、ピロピロとかやったら集中力途切れるでしょ。そうですね、つい見ちゃいます。だからもう電源切るかマナーモードにしてさ、どっか遠いとこ置いとくっていうね。あ、もう集中しないと。そうですね、集中したら降りてくるから。ああ、なるほど、うん、だからその環境を整えるっていうのはすごい大切なのでね。あ、まあやってみてほしいですね。だいぶもこうやって書いてて、うん、あれですか、すごい進むなって。あ、進みますね。あのね、もう本当にご飯が進む。こっち進んでないじゃないですか、仕事。全然仕事進んでないじゃないですか。なんで、ね、ご飯が進むくんだよ。いい、完全にキムチじゃないですか。キムチですよ、それ。キムチですよ、それ。キムチですよ、それ。そうかもしれないね。本当に、はい。ということで、さよなら。はい、ありがとうございます。YouTube をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではさまざまな開運情報や、はい、どうしたら人はね運気が上がってくるのかってことに特化していろんなことをお話をさせていただいておりますので、もしよろしかったらチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録、ここ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 一周回っちゃってるよこれ。何周回るんですか。ということでチャンネル登録をよろしくお願いします。